今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は連休明けということで、子どもたちからすごくお休み中どんなことがあったのかなってお話を聞いてみると、すごく水族館行ったんだとか、おばあちゃんおじいちゃんのお家に行ったんだっていうお声が子どもたちから聞こえてすごく嬉しかったです。でまた今日はお粘土も初めてつぼみ組さん使ったんですけれど、そのお粘土の使い方、お約束もあるんですけど、そのお約束もきちんとすごい私の方、先生たちの方を見て聞いてくれて、静かに聞いてくれて、こうつぼみさんなのに、こうなのにっていう言い方はちょっとあるかもしれないんですけど、つぼみさんでもすごくこうお話聞いてくれて私も嬉しかったです。でいざ始まってみるともうすっごく楽しそうにやってるんですよね。でハンバーガー、私のお箸セットがハンバーガーある書いてあるんですけど、それを見てなのか、ハンバーガー作りたいとかって言ったりとかして、こう一緒にハンバーガー作ったりとか、あとはこういろいろ子供たちの好きな丸とかお団子とかって言ってくるくる作って、すごく楽しそうな表情が見られてすごく嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。